令和4年3月31日まで、お寄せいただいた義援金は、全額を被災地にお届けいたします。皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。中部電気保安協会の提供でお送りします。暮らしを支える電気を僕らは守る。どうぞ。俺らの仕事ってさ、地域の人の当たり前の毎日を守ることなんですよね。お、めっちゃドヤ顔。中部電気保安協会の提供でお送りしました。投票へ。10月31日は衆議院議員総選挙の投票日です。投票日の当日に投票に行けない方は期日前投票をご利用ください。なお、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養をされている方で特定の要件に該当する方は特例郵便等投票ができます。だから私は投票する。リサーチは駅、コンビニ、学校などあなたの生活に密着した施設からお部屋が探せます。ホームメイトリサーチ。三重県では新型コロナウイルスのワクチン接種に関する相談を電話で受け付けるホットラインを設け、中学時から40代までの9人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表しました。新たに感染が確認されたのは津市で6人、明和町で2人、松阪市で1人の合わせて9人です。このうち7人はこれまでの感染者の濃厚接触者で、その他の2人は新たな経路で感染したものとみられます。なお、今日時点の病床使用率は 3.4%、 重
重症者用病床の使用率は 2% で、入院調整中の人を含めた自宅療養者は前の日から6人増えて15人となっています。感染対策として参加人数を減らし、今日はおよそ20人の関係者が参加しました。伊勢神宮内宮に奉納されたのは、今朝収穫されたばかりの無菌や殻付きのマテヤカキ170個です。今年もね、いい柿がたくさんできて、それから皆様に喜んでいただければありがたいなと思って、そういう気持ちで参りました。近年生産量が減少しているマテヤカキですが、来月に入ると北風が吹き海水温が下がるため身が締まり美味しく育つということで、関係者は